やっはろー、どうもこんばんは。アニメリアク職人ことマジアルギンハマーです。現在2024年の9月3日火曜23時1分ですね。今日は響きユーフォニアム中瀬子香織先輩の誕生日ですね。おめでとうございます。はい、僕の妻は感情がない10話アベマ TV で見ていきます。先に軽く自己紹介するんで、興味ない方は40秒ほど飛ばしてください。自分の本業は大道芸人でありパフォーマーです。ナイトスクープに依頼者で4回、月曜から夜更かし目覚ましており生放送、昨年世界丸めテレビ特捜部でビートたけしさんと、今年は痛快明石家電車で明石家さんまさんとテレビ共演、テレビ30本以上出ました。2022年には深田恭子さんと CM 共演まで果たしましたが、現在もコロナの影響で全く仕事が戻らず、ほぼ無収入状態でアニメリアクターやってます。リアクター的には多分投稿本数日本一、間違いなく日本一が再生数の低さ、チャンネル登録者数ののみなさ、これにずっと苦しんでますが、一日も休まず動画投稿を続けてます。ぜひとも応援お願いします。では行きます。なおアニメ本編は流れませんのでご注意ください。またわけのわからないタイムで広告があります。申し訳ないですが、それを我慢しつつ同時聴、もしくは普通に聴いたら後リアクション部分だけを確認いただくということでお願いいたします。行きます。3、2、1スタート。あ、映画か。映画やね。はい。あ、そうそう、録画機能と間違えるからね。クラス1は映画 OK なんやね。あ、こんなとこに。ドヤ顔やな。あ、そうか。あ、そうなんや。あ、腹に入れんのね。守るかわいいわ。守るむっちゃかわいいな。千住と飯田やな、あれ。飯田さやかやったかな。ありさや、飯田ありさや。すいませんでした。妻と子供が迷子に、迷子なのかい今回。救急車呼ぶ。
前々回やったっけ、救急車呼んだん。そうね。右側なの？行ったな、ピクニック。6やったっけな。押しボタン式やけど。ガン虫やで。フルシカとしたな。あ、信号がないんか。あー、なるほど。ああ、行っていいよと。渡っていいよのサイン。サムズアップ返した。違う。ほんで迷子なのかい。あら、ついた。あれ、あの保冷庫に入れやんでんか。え？なんで？猫を目印はあかんやろ。まれに歩く。あ、豆腐屋の音がきれいに響いとんな。
漫画家本田さん、おお。逆言ったか。お。そっか、電柱の住所がここで役立つとはね。おお、ついた。もう冷凍食品溶けてるやろ。あ、通信障害。なるほど。料理めちゃくちゃなんちゃう？あ、溶けてもうたんやね。なんや。スリッパかわいい。あ、そうです。ドヤ顔。
お聞きしてほしい。さっさと寝ましょうって言い方おもろいな。あれ水入った。あ、スピーカーが壊れました。あ、やっぱり水入ったんや。あらら。あ、前回や。ああ、段取り早っ。ひらがなを覚えましょう。あ、言えへん。守る。おお。サムズアップまでちゃんと。ノー。
もっと同じ音です。なのです、間違えて2つ作ってしまったのではないでしょうか。カタカナも覚えますか。なぜです、間違えて2つ作って使い回しすな。それでは学んだことからクイズを出します。うわ、ハンバーグや。咀嚼するのは演技しやすいためです。もぐもぐ忙しい。幸せなんです。たくまご飯食べるとオキシトシン出る。よかったね。ミイラ家は何する。まずタクマ様の朝食を用意します。漢字よう分かったな。あ、終わった。いやー、おもろかった。今回は笑い会やな。キャストも5人ぐらいちゃう。テレビのと店員と。そうね、はい、次回予告やね。あ、親父かな？僕の妻です。おお。はい。これ、たくまの親父っぽいね。はい、今回は、爆笑会でございました。いや、面白かったなぁ。まあ、最初はまずね、なんかこう、ミーナが、マモルがその映画行って、火星人見た、火星人見た、いうことでね、テンション上がったけども、まあ、クラス1やったっけ。クラス1はまあ人間同伴じゃないと、まあ
あかんというルールがある。私はクラス2です。クラス2になると、単独で行動ができます。あのドヤ顔がめちゃくちゃおもろかったね。で買い物行くからってことで、まあ、守るもついてきなさいと、いうことで、まあ、腹のこの中に入れようと。これはもう店の前で待てて OK、 店の前で OK ということで言ってたけれども、まずあの歩道を教えたね。あと歩行者のルールを教えた。で信号が赤の時は渡ったらダメですよみたいな押しボタンをずっと待ってるのおもろかったね。でみんなあのボタンは何でなんで押さなかったのをフルシカとしたらめっちゃおもろかったね。でそっからなんか黒猫怪しいな思ったけど、まあ信号機のない横断歩道はまあみんなは渡られへんかったわけや。であの黒猫をまあ目印にして、ね、せっかくこうやって行け行け言うてんのに、あれはサムズアップと言いましてって、これほんまにね素晴らしいコントやったね今回。まあほんでまあまあスーパーなんとかつけたものの、まあ通信障害が起きて地図が読めへんということで、まあなんで地図読めへんのかなと思って、まあ故障じゃなくてよかったけどねでまあまあ当然冷凍食品凍ってるから、これは溶けて後でどうにかなるやろなっていう、ちゃんとしたその笑いのこのね、準備もできてたし、で結局迷って公園で、私は一生ここに住むかもしれませんとかもね普通におもろかったな。でまあまあ守が電柱の住所を発見、あれはもうグッジョブやったね。まあ、でまあ無事に帰れた。しかし帰ってきた守じゃないたくまは当然、溶けた、シーフードとブロッコリーを食わされまくるというね、いい落ちちゃったね。でまあ通信障害やったというね、ことで、で、そっからはたくまと風呂に入って、まあ守も入りたいけど守が入るとまああかんと。であとはそのあれね、その守くんもいつか食べれるような機能をつけたいっていうけど、ミーナは猛反対してたね。なんつうか忘れたけど、まあ風呂もしっかりかな。で翌朝ピビビ、いやもうおもろかったね。まあスピーカーに水入ったってことでそうか、なんか別にあのタクマとのやり取りにはそんな問題ないと思ったけど、そうやね、外行った時のやり取りが困るわなあれとか。まあ守るに教えるのもねだいぶ困ってたし、もうずーっとピーだけのセリフ最高やったね。行ってきますピー。まあまあほんでね、まあカタカナも、まあひらがなとカタカナはとりあえず守るくんは覚えたと。で帰ってきたところで、なんか独自の言語を作り上げてたね、天才やな。やけどまあ最終的にはまあ守るもそれを覚え、あ守るちゃう、たくまもそれをまあ覚えてしまうっていうまあオチ。いやー今回はもう笑うたね、お笑い界最高でした。いいコント、ずっとコントやったね。これ多分何回見てもらえますね。ピーピーがめっちゃもらったっすわ。もうそれしか言いようがない。まあ多分そのね、何前回のあの感動会からこのまた一転してこれっていうのがまた良かったですね。はい、ということで、次回は多分これ拓磨の親父が今腕ひねり上げられてるから、次回もお笑い会なのかな。だあのね変態ブラコンの、明かりも来るんじゃない、あブラコンちゃんは。あのミーナのこと大好きなね、ブラコンでもあったっけな、あちょっと忘れたな、あれと混ざってるわ、あのマケインの果樹とちょっと混ざって思ってんな、うん、はい、ということでね、次回は多分このついにね11話にして、オープニングで映ってる両親やね、これタクマのついに登場ですね、楽しみです。はい、ということで、僕の妻は感情がない10話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、また応援コメントなどよろしくお願いします。はい、ここから1分ちょっとで自己紹介するんで、興味のある方はここで切ってください。自分は世界で唯一の技の持ち主であり、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマーをやってます。普段やればできる諦めない伝えたくて、主に保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスをしますが、現在もコロナの影響で全く仕事がない状態で、約4年7ヶ月も経って仕事がありません。貯金と節約生活だけでなんとか生き延びてます。そんな自分の本業も知って、ぜひ応援をしていただきたいんで、説明文にある URL をクリックしていただいて、できれば本業のチャンネル登録応援もお願いします。そして深田恭子さんと出たこの CM の URL も載っけてます、ぜひ見てください。アニメのリアクションその他もろもろをスタートして、今日で1622日目、長いですね。ただこのチャンネルはもっと長い、2009年の4月24日から、パフォーマーのチャンネルとしてスタートしましたが、コロナの影響で一気に仕事がなくなり、いつの間にかこのチャンネルでアニメのリアクションをスタートしてしまってから約1年5ヶ月分、推定2000本以上、2021年の8月18日までのリアクションの動画を自らの手で削除させられる地獄を味わってます。
そんな地獄を乗り越えたものの、今もずっと地獄で、冒頭でも言ったように再生数もチャンネル登録者数も全く伸びず、正直しんどいやめたい、ずっとやってます。それでもなおやればできる諦めない伝えたい、そう思って一日も休むことなく気合と根性だけで動画投稿を続けてるんで、ぜひとも応援お願いします。以上、アニメリアク職人ことマジラジオゲニハマーでした。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。それでは失礼します。